国企業を装った中国ブランドのムームーソーを紹介します。それでは行ってみます。現在パセオラガレリアに来ております。コアンガ、アイコ、パラグア、ウッペ、グアラニ、ニエエ、ハステレイ。店の中は撮影できないので、外から紹介します。ロゴにはコリア、まあ、韓国とありますが、まあ、韓国とは全く関係ない会社です。中で買い物中です。かなりいいものがあります。日本で売ってるようなものがあってすごく嬉しいです。いろいろ買ってみました。今から買ったものを紹介します。ガレリアのテラス席で買った商品の紹介をします。まずは、折りたたみ式の箱、ボックスです。で、まあ、このようなデザインで、まあ、子供の、おむつなど入れようかなと思って買いました。組み立てるとこんな感じです。今は、トレインターの上で次に購入したのは子供のエプロンです。まあ、ちゃんと袖を通せるので安定してるなと思って買いました。値段はクアレンタヌエベ、まあ、結構高いです。次も子供用のエプロンです。まあ、これはシリコンなんで洗いやすいなと思って買いました。値段はベインティヌエベ、まあ、そこそこいい感じの値段です。まあ、デザインも可愛いんで結構気に入ってます。次は、携帯のケースです。ベインティヌエベ、この値段で携帯ケースが買えるならお得だと思います。これは、妻のために買いました。パラグアイは日差しが強いので、まあ、これで少しでもガードできるかなと思います。値段はペインティヌエベです。今回の買い物で一番良かったなと思うのはこのハンガーです。まあ、場所を取らず、たくさんのハンガーがいっぺんにかけれる結構便利なものです。パラグアイでは初めて見たものです。とてもいいお店だと思いました。まあ、パラグアイではなかなか見つけれない商品が売っているのでおすすめのお店です。皆さんもぜひ行ってみてください。ムームーソーのホームページです。すごい綺麗な、ホームページを作ってありますが、なんと、HTTPS がないサイトになっております。まあ、安全ではないと表示されています。